2024年セリーグのペナントレースはおよそ3分の1が消化され、ジャイアンツは首位戦線に残っているものの、まだまだ均衡状態が続いています。これから勝負どころの夏に入るにあたって、さらにチームを強化していきたいところですが、投手陣の踏ん張りに比べると、打線にはやや湿り気があるように見えます。しかし一方で、ある選手の覚醒によってジャイアンツは、これからリーグ最強打線に生まれ変わる可能性があるとささやかれています。そこで本日は、球界関係者の言葉から、牝打巨人の救世主となる天才バッターとは、について紹介していきたいと思います。怖いのは岡本だけ。今季のジャイアンツは、ペナント開幕から常に上位戦線入りし、現在はタイガースと首位争いをしています。すでにメディアでも大きく話題になっていますが、今季のジャイアンツは若手をはじめとした投手陣の活躍が期待されており、今のところその期待に違わぬ活躍を見せています。5月末の時点でチーム防御率は 2.24 とリーグトップを誇っていました。それにより僅差の勝負もものにするという、ここ数年の課題を克服することができた一方で、実は打線の勢いが弱まっています。投手陣の奮闘に隠れており、チームの順位も悪くないため、あまりスポットライトが当たっていませんが、実はチーム打率は2割2分8厘で12球団ワーストの数字を記録している状況です。成績を見てみると、4番を務める岡本和真選手の成績は3割2厘、ホームランは4本、14打点と悪くない成績ですが、他の野手陣の成績がパッとしません。それどころか、そんな岡本選手もライバルチームからのフォアボールやむなしの攻めに苦しみつつあります。岡本選手さえ抑えれば、ジャイアンツ打線は抑え込めると他チームは考えているためです。そんな状況で、阿部監督は代打にバントをさせたり、セーフティースクイーズを敢行するなど、細かい技を駆使して勝ち抜いています。細かい野球で勝つというのは、阿部監督就任時からの大方針のため、今後もブレずに戦い方を貫くと阿部監督は言っていますが、もっと楽な試合展開を作るために、岡本選手以外にあと一人、頼れる長距離砲が欲しいのは明らかです。そんな中でジャイアンツ打線にパワーと厚みを持たせる選手獲得ができればありがたいですが、実はチーム内にその候補がいると噂されています。一体その選手とは誰なのでしょうか。絶賛の嵐、その選手はシーズン開幕後の5月にジャイアンツに入団したエリエ・ヘルナンデス選手です。1994年にドミニカ共和国で生まれ、2011年に MLB のカンザスシティロイヤルズとプロ契約を果たしたヘルナンデス選手。マイナーリーグを主戦場として長く活躍してきましたが、2022年テキサスレンジャーズでメジャーリーグデビューを果たしています。14試合の出場で2023年には再びマイナー契約となるも、2024年の開幕後に年俸5000万円の単年契約でジャイアンツに入団しました。外野ならどこでも守れるポテンシャルと広角に打ち分けられる中距離ヒッターの入団日は5月10日でした。海を渡っての異国での挑戦という事情もあり、当初は適応に時間を要すると思われていました。しかし5月28日に1軍に合流すると、同日に初安打を記録、30日にはホームランを放ち、チームの想定を超える大活躍を見せています。1軍に合流して8試合時点でのスタッツをまとめると、3試合連続猛打賞なども含め34打数15安打、打率は驚異の4割4分1厘です。今季のジャイアンツは岡本選手、吉川尚輝選手、坂本勇人選手、門脇誠選手と内野陣のレギュラーは春季キャンプの時点で固定されていた一方、外野手のレギュラーはなかなか決めきれない状況が続いていましたが、このヘルナンデスの活躍を受け、阿部監督はライトの丸とセンターのヘルナンデスは固定したい、
とインタビューに答えています。言葉の問題があるので、阿部監督は当初ライトを守らせたいと考えていたようですが、ベテランの丸佳浩選手がライトでの出場で好調をキープしていることと、ヘルナンデス選手の好調ぶりを鑑みて、丸選手をライトに固定したまま、ヘルナンデス選手をセンターに据えようと考えているとのことです。またベイスターズ、ドラゴンズ OB の谷繁元信氏は、ジャイアンツ戦の解説でヘルナンデス選手を見た際には、前に出るタイプではないが、選球眼がしっかりしており、スイングが鋭いのが印象的、当たった時にボールをうまく捉えられていると感じる、と絶賛しています。また、前スワローズ監督の真中満氏も別の試合で解説を務め、ヘルナンデス選手を目の当たりにしました。真中氏は、コンパクトにスイングをしているので、アベレージはかなり残しそうに見える、と高い評価をしています。また、その試合ではヘルナンデス選手が守備でもダイビングキャッチを見せ、非常に楽しみな選手が入団した、と今後に期待を寄せています。最強の 1,2 番完成。さて、ジャイアンツは6月2日のライオンズ戦に勝ったことでセリーグの首位に浮上しています。この試合、2番ライトで出場したヘルナンデス選手は3安打2打点の活躍をしました。今シーズンのジャイアンツは2番打者の固定がうまくいかず、これまでに延べ9人が務めましたが、ヘルナンデス選手の存在により2番打者の固定がかなったと見られています。ヘルナンデス選手はどの役割でも構わないと謙虚な姿勢を崩しませんが、今ジャイアンツが敷いている丸選手とヘルナンデス選手の 1,2 番コンビが華麗に躍動しています。ヘルナンデス選手の活躍に呼応するように、丸選手も5月中旬から18試合連続出塁という1番打者としてはこれ以上ない働きを見せています。ヘルナンデス選手が加入して相乗効果が生まれていると言えそうです。今のところ1軍の試合での長打は少ないヘルナンデス選手ですが、実は練習では長距離砲の片鱗を見せていました。まだ1軍合流前の5月15日、ヘルナンデス選手は打撃練習で52スイング中5本の柵越えを記録しました。また、52球のうち35球をセンターから右方向へ打ち返し、広角に打ち分ける技術も披露しています。一緒にフリーバッティングに入っていた大城匠選手はスイングが非常に速くてパワーが強い、広角にも意識的に打ち分けているようで、考えながら打っているのが伝わってくると感心したといいます。走塁練習もそつなくこなして、積極的な走塁も自身の武器だと語るヘルナンデス選手。その後の2番打者としての1軍での活躍はある意味では必然的なものだったと言えるかもしれません。いかがでしょうか。谷繁氏にジャイアンツ打線をリーグ最強にする起爆剤と高評価をもらったヘルナンデス選手、なんだかんだ言っても首位に立つジャイアンツにこれ以上ない貴重な助っ人が加わったと判断して良さそうです。言葉や文化の違いをものともせず、いきなり安定的な活躍を見せるヘルナンデス選手が、丸選手と共に切り込み隊長として他チームの脅威となり、その強さをさらに盤石なものにしてくれる日が楽しみです。これからもヘルナンデス選手に期待していきたいですね。このチャンネルはこれからもプロ野球が盛り上がっていくことを期待して注目記事に迫っていきたいと思います。この動画が良いと思った方はいいねとチャンネル登録をお願いします。